参議院の予算委員会で日本維新の会の猪瀬議員はマスク着用について質問する中で自分のマスクを外し委員長から注意を受けました。総理、ここにアクリル板があるんですけれども、距離2メートルありますから、マスクを外してお話しさせていただきます。マスクを着用することになっておりますので、ご対応よろしくお願い申し上げます。改めてマスクを着用した猪瀬議員は、岸田総理に屋外でのマスクの扱いについて周知が足りないなどと指摘しました。岸田総理は屋外では原則としてマスクは不要だと強調した上で、国会審議での着用の必要性を次のように述べました。質疑中も私の答弁が不十分でありますと大きな声が議場で沸き起こる、こうした状況でもあります。